池永、入学した時よりも人相が悪くなってるよ。白縁めっちゃ久々やな。何パートぶり。うん、下手すりゃだってそうだよね。純子先輩の時一切見てなかったし、ここ数ヶ月数パート見てない、1ヶ月くらいぶり。いやー、お久しぶりです。午後、ひなとあやとは洗濯の関係で別になっていて、俺だけ先に授業が終わる曜日がある。ちょっと教室には居づらいのもあって、食堂の端で時間を潰していたら白江がふらりとやってきた。目つきが悪いのはもともとだと思う。ここ何年か一人でいる間に多少悪くなった自覚はある。いや、理由も大体わかるから、そんな顔になるのも無理もないと思うけど。困った様子で白江が肩をすくめる。それを見て俺も少し力を抜いて息を吐いた。悪い、八つ当たり仕掛けた。いいよ、気持ちはわかる。僕もクラスメイトというか友達の彼女の扱いに対して思うところがあるからね。そういう白江も困ったような笑みを浮かべて、買ってきたらしいミルクティーのパックを自分と俺の前に置く。コンクールの結果が出てからほぼ1週間、食堂の掲示板を見ると校内法にはあやの受賞が顔写真付きで大々的に書かれていた。入学時から星見つくよの再来なんて言われてたのを裏付けた形になったわけだ。すごいよね、あやめさんは。あやがすごいのは分かってたことだけどな。ミルクティーにストローを刺して飲むと思った以上に落ち着いた。どうやら自分で思ってた以上に余裕がなかったらしい。白江はこういうことをスマートにやってくる。そういうところがあるからちょっとしたことで女子の気を引くんだろうなと思う。俺もひなもあやがすごいのは分かってるんだよ。腐るわけじゃない、ひがむわけでもない。俺とひなになくてあやにあるものがあるというのを知っている。それをセンスや才能というのかもしれない。そうひなは言っていた。だけどなんでそれでひなが勝手にかわいそうとか言われなきゃならないんだ。本当にね。しかもそれを言ってるのはまだ悪意のない方とか言うのが立ちが悪い。人を勝手にかわいそうとか言うのより立ちが悪いっていうのは、勝手にひなとあやを比べてひなを出来損ないみたいに言うやつらまでいるということだ。思い出すと苛立ちそうになる。池永は機嫌悪くなると静かに目つき悪くなるんだよね。悪い、溜め込むよりよっぽどいいと思うけどね。それにあの辺はなんていうのかな、やっかみ、そういうのもあると思うんだよね。彼氏ができて浮かれてたとか言われてもな。俺とひなの学校での態度が大きく変わったわけじゃない。けれどそう言われるのはあやの態度も関係もあった。最近付き合い始めの二人に気を使ってあやめさんがあんまり一緒にいなかったからね。俺たちに気を使ってくれてたのも確かだけど、あやはあやで割とそれを楽しんでたけどな。気ままに一人で洋菓子店巡りしたり、アン先輩のところに泊まりに行ったり、むしろひなの面倒を見ないで済むのも楽とか言い出してたからな。それは本気じゃないよね。一人でいることはあまりないから、それはそれで楽で楽しいのも嘘ではないと思う。ひなは真面目なところとだらしない甘えたがりのところが両方ある。だからあやは俺とひなの関係がはっきりして心配事が減ったと最近は気楽そうだった。その辺が作品作りといい評価につながったのかもしれない。噂好きは彼氏ができて遊んでた姉と真面目にやってた妹みたいなドラマがお好きみたいだからね。真面目にやってるっていう意味だとどう考えてもやっぱひなの方が真面目の、まあそのね、ジャンルと問題というかね。なるほど。フィクションで我慢しろ、人を巻き込むな。池永は言葉より目つきが悪くなるな。ともあれ、言いたいのには言わせておくしかないんだけどね。
俺たち3人の中で俺以上にそういうことを気にするのが1人いるんだよ。それが誰かは言うまでもなく、察していた白江も笑うしかない。その一番気にする人の様子は？今日学校休んでるんだよな。本当にこういう時どうすればいいんだろうな。どうすればいいと思う？レン君。帰って様子を見に行くと、案の定綾が思い詰めた様子でぐったりしていた。今日学校を休んだのは綾だ。朝なんかお腹痛いと起きてこなかった。俺に話してもいいと思うなら、なんで綾がそんなになってるか聞くけど。じゃあ聞くだけ聞いてくれる？いいよ。だけどひなに話すなとか言わないのか？ひなはというと、心配はしていたけれど、綾が休んでる理由も察しがついていて、俺に任せて今日もバイトに出かけていた。私が考えてることをお姉が分かってないなんてことまずないからね。だからこうやって自己嫌悪で死にそうになってるんだけど。気にしすぎだとは言えなかった。俺が思う以上にひなとあやはお互いのことが分かっている。分かりすぎてるから隠し事ができないのはいいことばかりじゃない。私さ、絵を描くのうまいってよく言われるじゃない？実際うまいしね。それで？私より何倍も絵を描いてるお姉より私の方が賞を取ったりするでしょ？するね。それが昔からお姉にその悪いなって思ってて、すごく勝手な考え方だし、お姉がそんなに気にしてないみたいではあるんだけど。気にはしてるけど、アヤが悪いとは思ってないように見える。うん。だけど周りは好きかって言うし、それが多分私の方が嫌で。アヤが深くため息をつく。実は今の学校も入るつもりなかったんだよね。普通科のとこ行って絵はまあ趣味くらいっていうか、ガチで続ける気あんまなくて。アヤがそうしたかったっていうならそうなんだろうけど、あ、いや、なんでこうなったかは大体わかった。アヤが気まずそうに目をそらしたのと自分の経験もあってなんとなくわかってしまった。さてはアヤ、お前そのつもりだったけど他に受けた学校落ちたな。そうだよ。しかもお姉と一緒に受けたここは特待生で合格してるし。逆に言えば特待生じゃなかったらかなりきつい成績だもんな。アヤがひなに負い目を感じているのは俺だって分かっていた。私絵は得意みたいだし、今まで不真面目だったつもりはないんだけど、特待生なんていいのかなって。そうは言うけど、あやだって遊んでばっかじゃなくて俺やひなと一緒に練習もしてるだろう。そもそもあやはひなと大体一緒に過ごしてる。つまるところ、あやも練習や作品作りに関してはかなりの時間を費やしてる。そもそも俺はあやが才能に任せてなんかささっと書いたら賞取れたとかそんなことを一度も思ったことないからな。ありがとう。そうなんだけど、本当に私が賞もらったりしてていいのかなみたいな時もあって。そう言うとあやはクッションに顔を埋める。今回なんて本当それで、いつもより確かになんか書いてた時の調子は良かったんだけど、割と遊んでたし。遊んでたよな。貯金崩してチョコ専門店巡りとか楽しそうにしてたし。けれど別に休日にそのくらいしてもいいんじゃないだろうか。本当に絵が好きなのも頑張ってるのもお姉で、私はお姉のおかげで絵を描いてるのに、なんで私とお姉を比べてお姉のことを悪く言うのかなって。
って。あやはひなのこと本当好きだよな。好きだよ。レン君よりお姉の方が好きだし。知ってる。あやがひなのことをお姉と呼び出した頃からずっとそうだったのを俺は知っている。私が絵を描いてるのもそれしかできないっていうのもあるけど、お姉のことが好きだから一緒にやってるんだもん。俺はあやも割と絵好きだと思ってるけどな。ひなほどじゃないというか、ひなはもう割と人生かけてるレベルだから。そういう俺をあやはクッションを抱えたまま軽く睨んでくる。なんでレン君はさっきから私を慰めてるの？もっとお姉の味方してよ。別に落ち込んでるあやを元気づけてるわけじゃなくて、俺は俺が思ってる通りのことを言ってるだけだし。男の子のツンデレはあんまり良くないよね。レン君って本当そういうとこ下手。そんなつもりはなかったのにあやに睨まれる。ひなは周りにどうこう言われるより、あやがそういうの気にして落ち込んでる方が気にするから、とっとと立ち直ってほしい。うん、最初からそういう風に言った方がいいよ。あいや、だってさ、下手に優しくされたら、お、なんだ、私のことも抱く気かみたいに思っちゃうよ。今のところその予定はないけど。その予定があっても困る。一応言っておくと、弱ってる時に優しくされると割と困るからね。俺はひなのことが好きだし、あやのこともなんて節操のないことを言う気はないけれど。もっとも、本当にレン君とそんなことしたら終わった後死にたくなると思うけど。その気はないし、あやもあんまり気にしない方がいいと思う。ひなはそんな周りの好き勝手な言葉であやにどうこうするような性格じゃない。むしろあやが堂々として、私の大好きなお姉を悪く言うな下手くそどもくらいは言ってもいいんだぞ。わかった、次学校行ったらそうする。半ば冗談だったけれど、あやなら言いかねないけれども、そのくらいの方がいいのかなと思ってしまうくらいには俺も頭に来ていたのだった。